このバン・バンケーンっていうのを調べましたら、レトロな博物館、あと中はカフェになっているようです。でちなみにこちらで入場料20バーツを払う形となります。中入ってみます。じゃまずカフェに行ってみたいと思います。あ、たくさんの若い方たちが写真撮ってますね。はい、ここがカフェのようです。あ、すごい広くて冷房も効いてていいですね。あ、ちょっとしたご飯もあるみたいですね。今日は鶏ガパオライス目玉焼き付きをオーダーしました。はい、あとはさっぱりとブルーベリーソーダにしました。それではいただきたいと思います。はい、それではまた再び歩いていきたいと思います。その前にこの中をちょっと散策したいと思います。この辺はなんかお店があったっぽいですけど、今ないですね。こちら行ってみます。あ、これ学校の教室ですね。これは薬局ですかね。こちらは電気屋さんですかね。中は散髪屋ですね。
สร็จแล้วここはなんか王室の写真だとかなんか飾ってありますね。土足厳禁のようです。はい、それではここを出て散歩してみたいと思います。先ほどのこの入場料20バーツは結局カフェで使用することができるんで、カフェで何か飲み物だとか食べ物を頼むと、まあ、実質入場料はいらないって形ですね。しかしこのタイスキア、めっちゃお客さんが並んでるんですけど、向こう側はまだやっぱり軍事施設ですかね。タイの国旗が掲げられてます。あ、こっからなんかスカイウォークがあるみたいですね。スカイウォーク行ってみますか。これなんか元々あった歩道橋にスカイウォークをつなげたような感じがしなくともないですが、向こうが軍事施設なので、この左側はですね、こんな感じでバリケードっていうか見えないように塞がれてますね。この隙間からこれ撮影できる。ここにまあまあ大きな運河がありますね。向こう側に渡るには木造の橋を渡るような感じになってますね。木造の橋の向こう側はずっと民家が連なってます。これも左側は軍事施設がないのか壁がなくなりましたね。じゃあちょっと左側に降りて歩いてみますか。そしてここが BTS バンブア駅となってます。この路地を入っていきたいと思います。
美味しそうに揚がってますね、唐揚げ。こんなところに寿司屋さんがあります。この住宅もなんか変わった色をしてて面白いですね。この沿いっていうか、これ路地っていうか、なんか日本でいうと昭和的な感じの通りですね。子供も外出たいってだだこねてますね。ドーナツ屋さんでした。この辺もずっとこれ住宅街になってますけど、なんか昔ながらの住宅っていう感じなんですよね。で、ところどころにこういった町の食堂っていうのがあります。これはカオマンガイ屋さんですね。先ほどの運河ですかね、運河にかかってる橋があって、その向こうはお寺のような感じですね。音楽も流れてます。すごいですね、大音量で。あ、なんかやってますね。これ左側本堂がすごい。何これ、あれ、こうガネーシャがいます。ガネーシャが、ガネーシャのあの使いっていうんですか、ネズミの耳にですね願い事をするとネズミがその願い事を伝えてくれるっていう、あれチェチェンサーのワットサマンでしたっけ、ピンクガネーシャ、そんな感じですけども、こうガネーシャは金色なんですけども、本堂がピンク色ですね。ピンク色のこれ本堂ですね。鍵がかかってて中に入れませんね。今これ調べましたら、ワットバンブワっていうらしいですね。先ほどの BTS の駅と同じ名前をしたお寺となってます。
ยังยังไม่เกียร์นะคะที่อยู่ในศาลานะคะช่วงนี้เป็นはい、それでは戻ってみたいと思います。あれ、ガネーシャにお願い事をしに行くっていうだけであれば別にチェチェンサーまで行かなくてもいいんですね、これね。こんなバンコクの中にもガネーシャ様とピンクの本堂があるお寺があります。初めてですね、あのピンク色した本堂が。次はぜひ中も見てみたいですね、どんな壁画があるかとかですね。ということで駅の方に向かってみたいと思います。この辺は昔ながらの住宅街って感じですね。それではちょっと左の方行って大学の方に行ってみますかね。これは大学生？大学の中はきれいに整備されてていいですね。ここにトゥルーカフェがあります。この建物を入ってみたいと思います。カフェがありますね。館内はエアコンが効いててとても涼しいです。はい、それでは第3回目のバンコク各駅散歩を終了したいと思います。皆さんいかがでしたでしょうか。 BTS スプーンビットのですね、北側は開通したもののなんていうんですか、観光地だとかそういったところがまだよく知られてないんですかね。先ほど申しましたように、ただいまモーチットからフーコット駅までは無料となっておりますので、この間に皆さんお越しになられてはいかがでしょうか。いろんな新たな発見だとかですね、あるかと思います。はい、それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。コープンマーカー。